ベルナルド・デ・ロッシ司教の肖像は、イタリアの世キルネサンスの画家ロレンツオ・ロッドが制作した1505年の絵画である、ナポリのカポティモンテ美術館所蔵されている。ロッドがトレビーゾに滞在した時期の本作には、現在、米国のワシントン・ナショナル・ギャラリーにある、美徳と悪徳の軍医として特定化されている作品が、カバーとして被せられていた。ワシントンの作品には、 本作の題名に加え、署名、日付が記載されている。本作は1524年にベルナルド・デ・ロッシがパルマに逃げた時にパルマに持ち込まれた。そして1760年にナポリに移されたファルネーゼ家のコレクションに入った。絵画は4分の3正面向きの寄進者の胸像を示しており、その顔は鑑賞者を見ている。ロットによる他の肖像画のように、 人物は赤みがかった顔色、目の下のくぼみ、表情豊かな青い目、そして軽症の皮膚の異常を含む印象的なリアリズムで描かれている。巻き毛は部分的に黒いビレッタ棒からはみ出ている。このような細部へのこだわりはアントネロ・ダメッシーナに触発されたが、アントネロは初期フランドル派、そしておそらくロットが作品を見たであろう。 アルブレヒト・デューラーなどの北方の芸術家に直接影響を受けた画家である。赤いマンテルは当時のベネツィア破壊画に一般的に登場する緑の刺繍された飾り布で裏打ちされている。巻紙はおそらく2年前にロッシを殺害しようとした召喚者に対する判決の暗示である。ロッシはブロッカルド・マルキオストロと共に陰謀に関わっていた。 ピラーバのカルロロットミランエレクトありがとうございます。